はい、速稼塾の久保です。謎のマスク売り、10枚1000円、移動販売相次ぐって書いてますけども、大体ね、なんかこういうのを見ると、また怪しいことやってるなとか、違法なんじゃないかとか、転売なんじゃないかなっていうふうに、とにかく人のことをね、悪から入る人ってのが多いんですけども、何なんですかね。自分だけが正義で、自分以外の人間は悪いことしかしてないっていうふうに思っちゃうんですかね。私はね、こういう人をすごく好意的に見るんですよ。例えばね、私、訪問販売を5年ほどやってたんですけども、結構訪問販売詐欺がある時期だったんですよね。でもそういうふうに詐欺がある時期だからこそ、ちゃんとやってる人ってのは、きちんとね、お客さんにも認められますよ。で、今みたいなのところで、やっぱ確かにね、マスクを1枚100円とかで売ると、なんかね、今までマスクの価格に慣れてる人から見ると、一番安い時の値段で売ってくんないと詐欺だっていうふうにね、なんかリザヤ商売だっていうふうに思っちゃうんですけども、いや、今はね、仕入れ価格高騰してるわけですよ。で、シャープで、マスク作りましたよね。50枚2980円ですけども、あれだって殺到して結局ね、買えないわけですよ。ということは、あの価格ではもう販売が無理。1枚60円、70円では無理なんですよ。でも、1枚100円ぐらいになると、手を出す人が少ないんでスムーズに買えるという、これ単なる市場原理ですからね。これちょっと見てみましょう。この記事もちょっと悪意があるように感じるんですよ。新型コロナの流行前はドラッグストアや量販店で50枚500円から600円程度で売られることが多かったって書いてますけども、今もう時代が変わって多くの人がねマスクに見向きのしない時代ではなくって、もうすぐに欲しいって感じなんですよ。はっきり言っていらない人まで欲しくなってるんですよ、後のためにということなんで、大手インターネット通販サイトでも1枚あたり60円、70円、80円っていうのが当たり前、いわゆる相場がこの価格なんですよ。まあですんでね、1枚100円で売ってるこのねリアカーマスクとかが気に入らないんだったら別に買わなくてもいいし、買わないやつがこれをね、買わないんならまだしも批判したりとかして、ネットでは違法転売の声もって、それは違法転売って声もあるけども、いや助かりましたって人の声もあるわけじゃないですか。で、助かりましたありがとうって人の声はほっといてね、こういうふうに真面目にマスクがなくて困ってる人のために恥を忍んで、こういう厳しい時代なんだけども、自分が身を切ってね売っていこうという人をね、こう追い落とすのはどうなのかなと思うんですよ。本当にね、なんかこれ見てくださいよ。福岡市の JR 博多駅前で、本日入荷、マスクの上りを立て、カートを引いて売り歩いていた男性に話を聞くと、もともと飲食店に従事していたが、店が臨時休業になったと。で、それはね、店が臨時休業になったら何とかしてお金作りたいじゃないですか。その中でマスクを売ってる人をね、こういうふうにもう死人に鞭を打つような、ちょっとね、やめた方がいいんじゃないですかね。日本人同士で、結局他の人が頑張って商売しようとしてるところを叩くみたいなね。パチンコ屋を叩く。で、こうやってマスク屋さんを叩くとか言って、じゃああなたがやってくださいって話なんですよ。あなたが喜ばれる商売をやればいいんですよ。でも何もせずにね、ただじっとしておいて何か行動してる人を叩くみたいなね。そんなん良くないと思いますよね。この人がなんかね、人に迷惑をかけてんだったら別ですけども、この人が人にね、マスクを押し売ったりとか、1枚70円とか、何、100円ですか ?1 枚100円のマスクをね、最初は1枚10円ですよとか言って、実際買いに行ったら、いやいや、10円の売り切れたんで1000円のしか残ってませんって言うんだったら、まだ叩かれる、ね、なんか分野はあると思いますけども、この人なんかね、飲食店でもう食いつないじゃって、食い倒れちゃって、これ、ね、マスクの販売に1枚70円くらいで仕入れたんでしょうね。それ100円で売るって別に悪いことじゃないと思うんですけどもね。皆さんね、こういうのを見て、すぐに人を悪人から入るのはどうかなと思うんですけども、どうでしょうかね。私がちょっとお人よしなんですかね。なんか私はね、こういうのがあったら、10枚1000円だったら、やっぱり1000円くらい、2000円くらいは、この人のために買ってあげようかなとか思うんですけども、やっぱお人よしなんですよね。まあ私みたいな人がいるから、こういうのも成り立つんでしょうけどね。いや、やっぱね、こういう格好をして、今日も行ってくるよって言ってね、家を出て、まあもしかしたら奥さんがいるかもしれない、子供がいるかもしれないって、今日は10枚1000円のマスクをね、10セット売れたら1万円売り上げで、そしたら1000円ぐらい自分にもコミッションもらえるんだけどなとか思ってるかもしれないですよね。はっきり言って10枚1000円ですからね。じゃあこれ100枚売ったところで売り上げ1万円じゃないですか。じゃあ1万円のうちこの人がもらえるコミッションってのはどのぐらいなのかなとか、原価とか考えたら、本当にね、数千円もないような話ですよ。だからこの人は1日の売り上げ10万ぐらい目指さないといけないところで、こんな記事をね、出してしまったりとか、違法だとか転売だっていうね、前提で入ると、この人の暮らしも行き詰まっちゃうわけですよね。なんかね、そういうふうな、とにかく人を叩いてみようとか、人の悪いとこ探してみようみたいなのはね、私はちょっとこういう時期には特にモテないかなと思っちゃうんですけども、お人よしな発言でございました。それでは失礼します。